はい、どうもこみです。さて本日はボブソンファミリーさんからお届けしていきます。つむぎ組さんのファミリークランですね。タオル12、13のアタックを今日は見ていこうというふうに思うんですけども、今ですね、ネクロマンサが激アツです。タオル特に13ですね。なんでかっていうと、とにかくやっぱね、ドラゴン剣環境に一回なったんですよね。どういうことかっていうと、まあ、その、対地クロスボウが対空に変わり、で、インフェルノタワーもシングルがちょっと多くなってきたっていう感じですね。で、そういうね、配置が若干増えてきたんだかなっていうところで、今ね、やっぱネクロマンサーを使っちゃうと、もうだいぶボッコボコにできちゃうよっていう配置が、増えてきてます。で、今日合計4本見てもらおうと思うんですけども、まあね、最初の1、2本が多分衝撃的なぐらい強いです。これかな。これ。まずおばちゃんさんのタックですね。で、今回の、配置を見てみると、マルチインフェルノがこう2本あるんですね。で、まず1本目に関しては、そもそも、ネクロマンサーってタンホール13でめちゃ強いですよっていうところから入っていきたいんですが、攻めをちょっとね、見ながら、いくつかポイントを話をしていきます。で、タンホール13でネクロを使う場合には、まあ割と多いのが、これ、投稿石器、これにライトニングとクエイクを打って、で、先に壊しちゃうっていうパターン多いですね。今回、ボムタワーもそこにあったんで、まあ、ネクロマンサーがやられやすい、スケルトンが一瞬でやられちゃうボムタワーを同時に壊すことができたのは美味しいですね。で、さらにアーチャークイーンにしっかりと、ライトニングのダメージを入れて、で、ウィストにもダメージ入れてますね。まあ、こういった範囲系の施設っていうのは、なるべくライトニングに巻き込めるなら優先的に巻き込みたいというところですね。で、マルチインフェルノがまだ2本残っています。これに関しては、ネクロマンサーで押し切っていくんですけども、まず投石がすごく打ちやすいところにあるんですね。今回投石が手前にある面を選んでいって、奥側にタンホールを置くような形にしています。で、奥側にタンホールがあった方が、ウッドランチャーの機能が果たしやすくなるんで、まあ、ワンチャン星1のリスクはあるんだけども、やるんだったら、タンホール逆ですね、この攻めは。で、1本目のマルチに関してはフリーズをどんどんかけていって、止めていきながら、最終的にはでもネクロ全部ここでやられちゃうんですね。で、中心のマルチに関してはこんな形で、ウッドランチャーから出てきた家で倒させます。で、そうなってくるともうね、これ外周にあるシングルインフェルノっていうのは、これ、もうネクロにとって全然怖くないので、普通にスケルトンが倒していっちゃいますよね。で、中央にあるこのタウンホール、これはクロークを解放して、ウッドランチャーでダメージが入っているタウンホールは着衣が一瞬で潰していくと。で、この段階でもうネクロマンサーで押し切れそうに見えるんですけども、ここでさらに無傷のロイヤルチャンピオンが残ってるんですよ。これすごくないですか？こんな風にユニット残されちゃったらもう止められるわけがないよっていうね、感じですよね。こういう、よっぽどなんていうかな、ネクロマンサーの天敵となる施設があったとしても押し切れちゃうパワーのある、ネクロマンサーラッシュ系の戦術、まあ、通称サービス終了なんていう風にも言われたりしますけどもね、よくこう、うまいプレイヤーの方が殺臭っていう風に、これ略して呼ぶんですけども、ほんとね、ゲームのサービスが終わっちゃうぐらい単純な攻めですごい強いんで、まあ、そんな風に呼ばれてるというところですね。で、こんな形の村です。すいません。マルチが2本あって、投石があるっていう、こういう位置関係ですけども、何をどれで倒すかっていうのをしっかり把握してるんですよね、おばちゃんさん。シングルインフェルノは、ネクロ全然怖くないんで、これはもう無視しますよと。で、このマルチに関しては、イエティで潰しますね。このウッドランチャーの中のイエティで潰していく。これはライトニングで潰していく。ですよね。そうすると残るのは、これとこれなんですけども、もう序盤に当たれるんで、この面で言ってしまえば、トーム中に潰せるっていう風に考えてるんですね。なので、こういった隙間からネクロを入れていって、どんどんですね、投石器を殴らせる。その勢いでマルチインフェルノまで壊し切ることができれば、ウッドランチャーでドーンと、中央を開けながら、この真ん中にあるマルチインフェルノを潰して、タウンホールにアプローチするというね、形をとってます。前に自分、ジュンクさんっていう、日本の中でもトップクラスの、このサビ周編成、サ周編成の、プレイヤーの方にいろいろ教わったことが動画化もしているんですけども、その中で、ジュンクさんが言ってたのは、一番気をつけるべきは投石器、次に、インフェルノタワーかな、確か。で、その次に、なんだっけ、クロスボウ。これは、どうやって、
潰すかっていうのを曖昧にせずプランニングすることが大事だっていうふうに言ったんですね。当然タウンホールは超大事ですけどね。はい。でそのためのプランニングに今、ね、話したようにおばちゃんその攻め曖昧さがないんですよね。どこを何で潰す、ホーム中にこれは潰す、ライトニングでこれは潰すみたいな話になってるんで、このあたりっていうのがこの攻めを成功させているもうプランニングの要因なのかなというところですね。はい。で、もう一本見ていきたいと思います。マリアさんのアタックですね。これ見るとなおさらですねこの先生の強さがわかります。でプランニング的にはどうなるかっていうとちょっと話をしますね。このど真ん中のこのラインに、マルチインフレの投石機がのあるんですよね。なんでここにウッドランチャーをガツンと当てていきます。でそうすると怖い防衛何があるかっていうとこの投石だけなんですよね。正味なんでかっていうとこれシングルだしっていう感じですね。でこの投石がなかなか処理しきれないんでここにライトニングは当てていきます。そうするとあとはもうネクロの力で押し切れる防衛しか残っていない。まあ、押し切りにくいマルチインフェルの投石も中央突破させるユニットがちゃんといてくれさえすればそれで潰すことができると、まあ、かつウッドランチャーのダメージが入るんで潰せるって判断ですね。今これで投石とクロスをきっちりライトニングを使って潰していきました。で、相手のキングですね、ここしっかりと、ジャイアントで、スーパージャイアントで下げ取ってから後ろからネクロマンサー、これで潰していきます。で一気に、スパジャイを出していきながら後ろからネクロですね。でウッドランチャーを展開で、アーシャークイーンまだ出してませんね。今出したかな。ちょっと遅れてこう出すことによってこの周りの施設この辺がカットできてからアチャクイが出てくるのでしっかり横にそれずにまっすぐ前にアチャクイが進んでくれるという形になります。このサビ臭殺臭化を使う場合において大事なのはクイーンとキング真ん中に入れるってことなんですね。まあ、こんな形で若干キングがそれかけてますけどもクイーンはちゃんと真ん中にこう構えてますよね。これクイーンが中央の火力になってくれるのでこれ反らすとだいぶ失敗率が上がります。今回はすごくうまいですね。ウッドランチャーでタウンフォルムできっちりと壁の穴開けていきながら、前衛はペッカー後ろからアーチャークイーンが追いついていくという感じですね。強いな。これやっぱりフリーズで止めてそこにウッドランチャーのダメージが入っているんでペッカーとアーチャークイーンがあっという間にタウンフォルムを撃破、もう外周しか残ってない状態ですね。ネクロマンサーの数がすごくないですか。これ外周3体4体、中央部3体、でこっちの9時方面にも3体4体5体いるのか。これ1体もやられてないんじゃない、これネクロマンサー。マジか、ガチかこれ。やばいな、相当強いですよねこのネクロマンサーの残り方。これ半端なくない、これ1体もやられてないでしょマジで。14体いて何体数えてないけど多分やられてても1体2体ぐらいですよね。それぐらいだからタウンホール13に置いてもこのネクロマンサーって、天敵となる防衛をちゃんと把握してとにかくマルチインフェルノと投石ですよね。で次でクロスボウ、この辺っていうのを把握しながらどれで何を潰すかってちゃんとプランニングできるとこういうことになっちゃうんですね。やばいな本当に。何にてドラゴン環境になったおかげでシングルインフェルノとかね対空のクロスボウが増えてきてましたからね。そこにもうサビ臭ぶっ刺さりですねこれ。強すぎ。さあここからはタンホール12を見ていこうと思います。まあ12も基本的な考え方は同じなんですけどもより刺さるんですね。なんでかっていうとまず1個投石機がないというところ、さらに今これ見てわかる通りネクロマンサーレベル5で、レベルマックスなんですよね。つまり、タウンホール12や、タウンホール13や14で使っているレベルマックスのもうその現役選手の、ネクロマンサーが12でも使えちゃうんですよ。こんな反則技ないよっていう感じじゃないですか。きっちりとマルチインフェルノ2本あったのをライトニングで折っていきながらこの面ですね、ここにウッドランチャーを通していきます。通すことによってこの部分にあるマルチインフェルノにユニットたちがアプローチすることができるようになるということですね。これでさっき言った投石機はまあ元からないので、マルチインフェルノをきっちりと曖昧にせずに中央に入った部隊が処理してくれるような形でプランニングを組んでいると。でこうなってしまったらあとはもうネクロマンサーが止まらないっていう感じですね。もうこの時点でフリーズ1枚と、ポイズン1枚ですよね。だからほとんどもうやることがない、もうユニットの流れを見るしかないレベルになっちゃってるんですよね。
ここまで序盤で一気に形が作れてしまう、プランニングの段階で勝ててしまうっていうのがこの、殺臭の強いところですね。しっかりとマルチインフェルノにはイエティが向かっていって、さらに後ろからネクロマンサーも大量についていってますね。こいつらが早く破壊をしていってくれます。さらにこれバーバリアンキングも中央ちゃんと生き残ってくれてますね。アーチャークイーンちょっと落ちちゃったのかな、見当たらないんですけども、いやいるな。アーチャークイーンは外周取れたか、それてもいる、いけるんだすごいな。普通取れたらなかなかいけないんですけどね。おそらくこのグランドオーデン像はここに入ったアーチャークイーンが殴ってくれることを想定しての壁開けだったと思うんですけども、外周行っちゃったから結構このグランドオーデン像処理苦労しますね、まあ、だけどよ、中央のネクロのこの生き残り方、さらに外周のこのネクロの数ですね、この生き残り方、ここまで生き残られたらさすがにもうグランドオーデン像単体攻撃ですからどうしようもないですね。大量のスケルトンが一気に壁を破壊していって、あっという間に壁を壊してグランドオーデン像に迫っていくと。うわすげえ、これやば、これ爽快すごいユニットの残り方じゃないこれ。ゴーレム何体いんのこれ、本当3体そのまま生き残ってんじゃないかこれ。やばすぎますね、強え本当に強え。いやだからこれですよ、この威力ね忘れちゃいけないですね。ちょっとね忘れかけていたところがあるかもしれないけど、改めて見るともうこれ反則だわと言わざるを得ないぐらいの強力さですね、まあ、だからこそタンホール12ではこうねマルチインフェルノが多いっちゃ多いんですよね。比較的シングルインフェルノよりもマルチにしてる村が多いのは、何せこのネクロマンサーがタンホール12では強いからなんですけど、とはいえそれライトニングで2本折られちゃったら、まあ、そんなにねもう合ってないようなものになっちゃうわけですよ、序盤でこう折られちゃうから。そしたらあとは今回ねここを折るかなと思ったんだけど、こっちを折りましたね、こっちを折っていった、で折っていきながらここにこうウッドランチャー通していくっていう感じですね。はい、ど真ん中中央突破するかと思ったんですけども、多分これ中央突破するとここに入らずにユニットがこう割れちゃうケースが考えられるから、まあ、そうなるよりはこの面からウッドランチャーをこう刺していくのか、そうかごめんこっちか、こう刺していってこのマルチインフェルノをきっちり折っていきながら、タウンホールに迫っていくという格好ですね。ちなみにマルチインフェルノっていうか、まあ、インフェルノが全部そうなんですけども、ウッドランチャーのウッド攻撃で折れちゃうんですね。特にタウンホール12あっという間に折れます。なのでタウンホールのその直線上にマルチがあるような感じ、今回で言えばここですよね。でウッドランチャーをここから出すと直線上にマルチがあるから、それをそのまま殴り倒して前に進んでくれるんですね。でこんな風にしてマルチインフェルノを2本はライトニング、1本はウッドランチャーみたいな形で壊していくっていうのも結構鉄板のパターンです。もう一回大事なんで言うと、マルチ3本あった場合には2本をライトニング、1本はウッドランチャー、これタンホール12ではすごくよくやるパターンなんで、ぜひね、ネクロマンサー使ってみたいと思う方は覚えておいてもらうと、まあ、どんな村でも大抵はこのパターンにはめることによってクリアができてしまいます。だって何せこの残り方よ、すーげーユニットの残り方じゃないこれ。これもこれもほら、アーチャークイーンやっぱりこれ外周取れちゃっていてあんまり良くないんですよね。中に入っていってくれたらここからこの、おーすいません間違えた、ここからこのテスラをこうね殴っていってくれたはずなんだけども、外回っちゃったからこれが残ってるとまあいう状態ですよね。まあ、だけどさっきと同じです。これだけネクロマンサースケルトンの数がいたらもうあっという間に壁もこう殴り壊していっちゃうから、この壁のこれこれ、うお、やべやべ、うお、やべ、スケルトンやべ、あっという間、あっという間にレベルマックスの壁ね、タンホール12で、マックスの壁殴り壊して、これですからね、褒められるわけがないわ、これは、本当に。まあ、とにかく、タンホール12でネクロマンサーを使うと、まあ、こういうことになってしまうっていうことですね。で、さらに透析機器が出てきたタンホール14においても、その分やっぱりシングルインフェルノの村が多いんですね。さっきの言った話で、まあ、ドラゴン対策にシングルインフェルノ、立ててる村ってか多いんですけども、そうすると、まあ、単純な算数で、3本マルチがあるタンホール12と、例えば、マルチ1本、透析2個だった場合って、まあ、怖い範囲攻撃の数は3つで変わんないわけじゃないですか。なんで、まあ多少ね、当然13の方が、まあ、ネクロの攻撃力が相対的に下がるので、防衛の体力と攻撃に比べて、難しさはあるんですけども、まあ、それでもやっぱりね、押し切れてしまうような要因っていうのは、
まあ、そのシングルインフェルノが最近増えているタウンホール13の環境にもあるし、まあ、そうでなくても単純にネクロが強いというところにあるんで、ぜひね、この戦術、12-13でやってらっしゃる方は使ってみてもらうと気持ちよくいけるんじゃないかなというふうに思います。ご参考になれば幸いです。というところで本日動画を終わりにしたいというふうに思います。こんな形で私のチャンネルタウンホール12から14まで幅広くクラン対戦の解説系の動画扱っております。これもいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら大変嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。